2015年日本の補欠選挙では日本における立法機関である衆議院及び参議院における議員の欠員を補充するために2015年に行われることが想定されていた補欠選挙について取り上げる国会議員に欠員が生じた時の補充方法については公職選挙法に規定があり同法第112条に基づく繰り上げ補充を 行うか同法第113条に基づく、補欠選挙を行う必要がある。補欠選挙を行う場合には、同法第33条の2第2項に規定があり、補欠選挙を行う自由の生じた時期により、原則として4月と10月の年に回に集約して行われることになる。2015年に、補欠選挙の行われるタイミングとしては、以下の通りとなる。四月の補欠選挙は、 対象期間に実施自由が生じなかったため、実施されなかった。10月の補欠選挙については、6月1日に町村信孝が死去したことに伴い、北海道5区にて実施自由が生じたものの、2014年12月に実施された第47回衆議院議員総選挙の一票の格差をめぐり選挙無効を求める訴訟が起こされており、 これが9月15日までに判決が確定しなかったため公職選挙法第33条の2第7項の規定に基づき実施されなかった。よって2015年は国会議員の補欠選挙は実施されなかった。2001年に公職選挙法が改正されて以来年間を通じて国会議員の補欠選挙が行われなかったのは初めて。ありがとうございます。